ジェームズ・ホール・ジェームズ・ホールは、アメリカ合衆国の地質学者、古生物学者である。創女学の権威で、アメリカの古生物学の発展に貢献した。マサチューセッツ州ヒンガムに生まれた。創立されて間もないレンセラー工科大学で、エーモス・イートンとエベニーザー・エイモンズらの下で学んだ。1833年に、修士課程を終えて、 レンセラー工科大学で科学と地質学を教えた。1836年から行われたニューヨーク州の地質学自然史調査にエベニーザー・エーモンズの助手として参加し、後に4分割された調査地域の一つの責任者となった。アディロンダック山地の鉄鉱山の調査を行い、翌年西部地区の調査を行った。調査の最後の年の百四十一年に、 ホールは、最初の州の古生物学者に任命された。1843年に報告書、ジオロジー・オブ・ニューヨーク、パート4を出版し、高い評価を得た。ニューヨーク州アルバニーに研究所を建て、研究と更新の指導を行った。研究所で、ホールの指導を受けた著名な地質学者には、フィールディング・ミーク、チャールズ・オルコット、ジョサイア・ホイットニーなどがいる。 ジェームズ・ホール・オフィスと呼ばれる研究所は1976年に歴史的建造物に登録された。業績の一つはサラトガ・スプリングス近くのペトリファイド・シー・ガーデンズで発見されたストロマトライトの化石が生物起源であることを示したことである。1850年にはミシガン州北部、ウィスコンシン州の調査を行い、その他の州の調査にも関わった。 1866年にアルバニーのニューヨーク自然史博物館の館長になった。ジェームズ・ホール・オフィス847年から1894年の間に13巻の主張パレオントロジー・オブ・ニューヨークを執筆した。1000ページの図版を含む4500ページ以上の大著である。それ以外に30冊以上の著作と200以上の論文を発表した。 全米科学アカデミーの創立メンバーであり、アメリカ地質学会の初代の会長を務めた。ロンドン地質学会の外国人会員にも選ばれ、1858年には、ウォラストンメダルを受賞した。J. ホールは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジェームズ・ホールを示すのに使われる。ありがとうございます。